こんにちは。今回この隣に、僕の隣に今あるのは、前回が、バタフライ、それから村井。で、これマッシュルーム。これマッシュルームスツールっていう名前です。面白いでしょ、この形。上から見るとすごくわかるんですけど、こんな風にして、一枚の合板が三枚組み合わさって、この形生まれてるんです。確かこれデザインされた当時製品化されてなかったんですよね、このスツールだけ。で、このスツールが、確か数年前に復刻されて、まあ、現代に蘇ったんですけれども、名前がいいですね、マッシュルームって。形も素晴らしいと思うし、名前も、洒落てて。こっちの方が綺麗かな。こんな風に見た方が。やっぱり粋ですよね。なんか小料理屋さんとか、まあ、そういった料亭とかにあいてもいいのかなと思います。もちろん人は座れるし、もうこの辺のスツールってもう座るっていうよりも、まあ、飾るっていう方が、こんな自然なんでしょうけど、あえて、何かグリーンなものを置いてもいいし、僕は本置いてました、ここに。本を置いてもいいですし、ちょっと、例えば靴を、紐を結ぶとかいう、まあ、玄関先に置かれてもいいんじゃないですか、この椅子って。やっぱ使ってなんぼっすよ、ものって。大事に使ってなんぼ。で、確か今でもこれもちろん作られてるんですけど、天童さんの、天童木工さん、一人、受注生産になるので、ほんと作業、一つ一つ手作業で作られるんですよね。で、なかなかこれ中古で出るっていうことないんじゃないですか？中古で出るってことも珍しいと思うし、状態いいです、これ。あ、3点言えば、バタフライのサビがあるだけで、残り2点は問題ないし、まあ、バタフライもあえてサビがあるぐらいで、状態はいいです。で、みんなが気になるステッカー。ここに。すいません、ちょっと見えないですね。一応ここにあります。指の先にここちゃんとありますんで。リプロダクトっていうのも、もちろんこれないんですけど、基本的に、個人的には超嫌いなんで、そういうのは持ってないし、持ってたとしても、まあ、バトンはしたくないし、そういうのは。だからこれ、すごく安心して、本当に買ってください。で、ちなみにこれ1点です。バタフライも村井さんのスツールも1個ずつ。ね、個人が使ってたんで、2個3個あるっておかしな話なんですけど、だいたい3点持ってる時点でまあ変なやつなんですけどね。本当に3点並べると本当に絵になるし、空間も本当、豊かになるっていうよりも深まるっていう表現の方がいいと思います。イームズ集めてるっていう感覚に近いのかな、カラフルなの。木目なんですけど、3つ集まると本当に、グリーンっていうのかな、写真を飾るに近い、本当それぐらいのパンチがあると思います。こっちですね。この角度がすごく綺麗です。僕はそう思います。まあ、お問い合わせはこの辺でっていう風に僕作りますので、ぜひ連絡ください。よろしくお願いします。